ようございます。おはようございます。おはようございます。今日は目覚ましなった。目覚ましならんかった。そうだから一応のスマホのアラームをねリビングで鳴るようにしておきました。スマホが鳴って起きて止めて、ほんであの目覚ましの方見たけどちゃんとその時間鳴ってるのになってなかった。しょ、寝る前もね何回か合わせたんですよ、そう鳴るかどうか。その時もなんか鳴る時と鳴らない時が、ちゃんと超えた。ありがとうございます。おはようございます。スマホのねあれはねあの起きるまでにちょっと時間がかかっちゃう、ね、なんかさ波がそう今使ってるならないならさやつばさもめっちゃ大きい音やからさすぐ起きれるけど、猫みたいに気まぐれ目覚ましとき、ちょっと困っちゃうそれは。やばいよ、一番起きたいときに起きれない。お前めそんな雨降ってるの？やだん。湿気がちょっとひどい。だから今日はこんなアホ毛がたぶってるのね。湿気がねちょっとひどいから雨は、まあ、嫌いではないけどね。昨日の夜なんやこれ、星になってる、星も飛んだ、星も飛んだ、なんやろこれ、何がふ何も何かが飛んだ。大阪タイムこれか、大阪大雨になるから気をつけてね。気をつける、こうやばいよ、ね、音も確かに阪急電車こう線止まってるらしい。あ多分大丈夫かな、そこ止まってても。おはようございます。おはようございます。起きてます。珍しい、ミラマル会議のために猫ちゃんご飯入れた？あ、入れて。おはようみんな。じゃあ真っ白けて猫びっくりします。たぶんあがあいも寝てるからさ見えへんねんな、なった瞬間は。目覚まし壊れたん？とうとう壊れた。ラムのあげるじゃ、黒色、うん、ありがとう。黒やから嫌みたいな。よいしょ、闇の部屋全面白やん。全面全面ほぼ全面白やん。
ベイビーちゃんたちが集まりました最悪だ。いやママは今日ベイビーちゃんしないよ。いやほんまあの会議のために起きました。そう今日ママが早起きだからこんな雨が降ってるんです。めっちゃ大雨らしいね。ママのせいじゃないんだけど、やっぱり壊れた。そう多分壊れ、なんかでも分からへん、壊れてんのか壊れてないのかよく分からへんねんな。えこれ、うん、なんか昨日も変な音してたった夜。えカシカシ、うん、なんかならへんように抑えるねんそこ。だったそう、でもなんか時と場合によってならへんねん。貸して。なんで貸して。もういいよで、今日の朝もならんかってん。なってたんちゃうん、気づいてないだけで。でもやとしてもオフになってるはずやえ、でも猫ミームみたいやってる今日6時に起きたやんか。6時に起きたの？起きてんやんか。あの目、あのこの携帯のねあれが鳴ったから、うん、こっちも6時に合わせてん。でも携帯しか鳴らんかって。痛い。もういや。よし。一応目覚まし時計笹岡さんに長く活躍してます。すご。ね、30年以上ってこと？めっちゃえ、なんかすごく大まかにレベルアップしてるなんでこんな急にドーンっていくの。なんか投げてくれたんじゃないんだ。かそう、たくさん投げたかった。さっきまで72位やって、え、25位になって25位になってたので12位か。1位目指そう。これなとか何これ、よくわからない。あれ多分今日あれ48グループのメンバーが強制参加のやつかな。え、ちゃうで。違うん。 NMB48 かけるショールームカラオケ選手権。カラオケ戦でいいのこれってさ、カラオケする人だけさ参加になると思ってた。あんたも参加してんの多分。あんたも参加してることになってるわ。え、じゃあこれあやみもランクインしたら、あやみも見取り図さんと一緒にカラオケ番組出れるってこと？そうなんえ、ほんまメンバーもなんこれ。え、やろうやろう。あさってって何日？あさってって何？29は30じゃない。うん、あさってって30じゃない。今日は28か。あさっては、あー、てか会議しよう。会議します。これってメンバーも出んの？よいしょ。あ、またクルクルなってんで、充電ある？あの消した、あれインターネット消した。復活した。それはわからない。参加すんねや、これみんなメンバーも。あ、そういうこと。佐々木さん出てください。もう遅いわ、出れないよ。知らんけど恥ずかしいから無理です。出れない小心者なんでちょっと無理です。恥ずかしいんですいません。5月度ですか？5月か、もう5月です。5月終わんねんけど なむずいよな。6月度の目標やないな、うん、てかオリジナルアバターいつのあるの？の今あれかな、みんなのデザインしてくれてんのかな。あ、そう、みんなのデザインをさ、あのデータ化、映画化で、なんてデータ化、あ、データ化、映画化、やばい映画化してるんよ。映画化費用いっぱいかかりそうだね。お腹すいた、食べよう、パン食べよう。持ってきたん？持ってきてない。なじゃあね、意外とな
シャイオカさんよりいいな。シャシャオカさんか。なんかちょっと違う。シャイ。シャシャオカなんですよね。ちょっと意外とね。はい、オッケー。五月度にも。え、じゃあまずさ4月度を見せてください。そうですね。会議中にパン、そっか。いいんかな。いいよ。いいよ。会議はいいよ。だってお腹すくまんしゃんない。あれ誕生日団子もやってた？誕生日団子や、あの過ちにだけにしようって結局なってないよ。え、なってないっけ。なってないよ。だってそれやったらそれ消すやん。じゃじゃ会議中じゃなくて。会議後に？うん、それはせえへんわ。そんなん勝手にせえへん。え、じゃ消しとこう。うわ、なんかそういうとこ、え、やめてやん。や、え、え、え、だってやってんの、過ちしかやってなかった。え、なんかもうなんかそれめっちゃパパそっくり勝手にさ、え、こういう話にならんかったっけとか言ってさ、なってないし、っていうかさ、ママがさ、え、単語もやんのって、お前会議後にさえで文章改ざんしたあかんよ、そんな勝手に。でも出社しあやみやもん。いや関係ないわ。誕生日単語は、やってなかったということで。やってなかった。じゃあ三角ってこと。三角。でも三角です。じゃあこれじゃない、これじゃない。三角です。ないやほんま。あ、九だ今。ほんまに。ダメ、満たせやって厳しい。厳しい。三角でいい。過ちは社長のあやみちゃんが言うならどうするの。過ちも、うん、あのまたルームスに載せます。ルームス、あ、ルームスやろ。何このカラオケでこうやんの。じゃあこうやって2人の声入らへんもん。ん、何、また何、あのあれでカラオケボックス、カラオケボックス、え、生配信させられんの。いや恥ずかしい。ルームス、ショールームで、どっちでもいい。私はどっちでもいい。いいけど、いいくないけど。じゃあ、生配信のつもりやった。え、いけるの。波は普通の音程やからいけるけど。いや、釣られてたよ、ママに。うん、それはさ、ママも闇に釣られてた。それはあのさ、メロディーがさ、あのハモリ喋りすぎた。メロディーがさ、ハモリのさ、なんか伴奏の、何言ってんの。わかんない何言ってんの。よくわかんない。おめえゆいちゃんやめて。それじゃない今話してる。え、メイビーちゃんや。メイビーちゃん今いいって言いました。え、どうしようね。ママは、うん、あの過ちはもう2人で練習してたから、うん、それをカラオケかなとかで撮って、それを動画に上げるつもりやって。ふーん、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 後日に配信するつもりやった。カラオケボックスから。うん、うん、そっちがいいんやったらいいと思うけど、生や配信やで、分かってる。うん。そんな自信ある。え、だったら生配信の方が楽しいよ。楽しい、楽しいけど、どっちでもいいよ、もう。オッケー、じゃあその時のどっちでもいいです。だってそんなさ、カラオケ行く配信までする時間がさ、うん、あるかどうかや。まあ作ればいいねんけど、うん、そういうものは何でもいいです。何でもいいらしいです。任せます。はい。で、結局それは三角。過ちだけ達成って書いとこ。いや、誕生日単語だけ満たせなだけやろ、だって。あ、そ、あ、そっか、だから、あ、なんか書き方ミスったな、これ、うん、あ、じゃあ達成、うん、達成、うん、達成で、ちょ、青で書こう。誕生日単語がちょっと忘れて、忘れてた。ほんまにめっちゃパパやわ。忘れてたじゃない。
え、すごいパパほんまにパパ、パパの子です。わからん、パパするとかあるなんて思わんかわからんか、あんまわからん。え、ほんまにな、やんねんそういうの。なんかこうやって話し合ったやんみたいな、うん、で話し合いました、うん、ちょっと悪口始まんねんけどでなんかこうやってあれこれそれじゃないのみたいな、うん、言ったら、え、あの話し合いの後にこうなってなかったっけみたいな、うん、その誰だそうなんしたみたいなえみたいな、もうみたいなやつ。へえ、パパそっくり。あとちょっとだけ時間にルーズなところも、うん、それはそれは自分でも分かってる。でもさ、ママもやんなそれママに飛び散った日だね、飛び散ったさ。よし、はい、置いといて、はい、ママです、置いといて、ママで、ママで、あ待って、あやみはもう終わり、これだけやで、え、これだけなん、これだけやのにさ、満たしてな、うん、これはだって理由があるやん。理由じゃないよそれ、理由じゃないよそれ、理由じゃないよ。そう、時間がなかったじゃないやん。うん、え、ママ、うん、え、ママもうママ、うん、甘いって書いてるし階段を使うはどうでしたか。うん、え、分からへんの、あんまり見てなかったか、まあ、そうやな、うん、ママが職場でなどうしてたか。職場はエレベーターないもん。あ、そっか。あ、もう一個の仕事のエレベーターは階段がないから使ってた。階段がない、もう一個の職場は階段がないなるほど、そもそもない。つまりとこは使った、うんうん、でも出張で行ってた泊まった先のホテルは5階6階階段使いました。えらい、うんうん、達成達成達成で、体重は、え、体重、すいませんでした、うんすいませんでした。階段を使うは達成じゃ。階段を使うは達成した。私これでもウィンウィンだね。できるだけね。その分たくさん取っちゃったから三角、三角やな。もうあの言い訳めぐちゃはしません。すいませんでした。ごめんなさい、ね、え、ごめんなさい。結構甘いって書かれてんで、ん、甘いって書いてんで、んだってさ、前回 x-5 やねんやんか、うん、今回 x-5.3 やねんやんか階段1回使っただけじゃないよ、常日頃から家も階段だし、家も階段使ってるし、あのできるだけあのこう、あの劇場とかもな、あ、劇場はちょっとエスカレーター使ってしまったかもしれない。あ、いやでもそんなない、うん、帰りそんなないな、てかそんな劇場行ってないもんな今月、うん、土日忙しかった。はい、5月、体重は増えました。かわいい、ダメじゃないよ増えた、増えましたね。いや、ほんま 0.3 もほんまにさやな、食前食後で変わるな一日の間でも変わるもんな、ほんまやね、増えました。いや、やばいよ、先月より増えました。ジムに行き始めたのが17とか、うん、でも結構後の方やったか、18とか、5月17、18から行き出して、でもでもとかやめよう、でもやばい、5月17 2日に3日に1回は行ってたと思う。今日行けへん日は明日行って、明日行けへん日は今日行って、昨日行ってた、行った、うん、これからです増えました。ロドリゲさん仕事戻って、あ、行ってらっしゃい。確かに 0.3 なら昨日食べてなかったら来た。え、これ罰ゲームあんの？ママだけ？罰ゲームあったっけ？じゃあもうあれやな、
毎日ジム通う。毎日は空いてる日毎日ジム通う。空いてる日はな優しい、空いてる日はとか言って付け足してくれんねん。だって仕事とか、そう、人には付け足してもいいけど自分には付け足さんときなだってさ、社内仕事とかあるねんから。社内仕事あんねん。いやでもほんまにちょっとほんまに理由はもう明確よ明確なんか、おいしい、あの、おいしいものをたくさん食べた。それはそう。お菓子抜き、罰ゲームお菓子抜き。あ、お菓子そんな食べてるの？ま、何食べた？だって片揚げポテトも全部アメが食べたやん。あ、それ？うん、もう一個も食べられへんかったやん。確か、うん、でもママ自分の片揚げポテトあったやん、お家に。あ、もらったやつ。あれ自分で買ったやつじゃないよ、うん、もらって、あれ食べたやろ。あ、食べてない、あれ。うん、食べてないよ。まだあるもんだって。一個だけ食べてたよ。一個がこんなんやんこんなん一個が食べさせてやん。そんな食べてないって言ってるだけやん。でもママ厳しい。ポテチ食べちゃダメ。ポテチ禁止ね。ポテチ禁止。分かった、うん、ポテチ禁止令出ました。でもこれは罰ゲームやから、あ、トマトつけ麺禁止しだよ。え、無理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 。トマトつけ麺ってダメかな。ダメダメか。トマトやろ。うん、トマトやで。え、カロリーなんかやなやろ。ノスタとか行くよりマシやと思うねんけど。スタバ禁止。スタバでもママあんま食べてな、飲んでなくない。え、そんなことないよ。そんなことないか。そんなことないよ。いちごも2回飲んだよスタバ禁止、せやな、ありやな。スタバ禁止は頑張れそう、うん、でもちょっとトマトつけ麺禁止はちょっと無理か。ごめんなさいかも。無理かも。朝マック禁止。な、禁止ばっかりあれやろ、あの罰ゲームを考えてるの今。あ、罰ゲームか。目標を考えてるの。罰ゲームやろ。罰ゲームか。だからこの罰ゲーム一社にして、一社。だからトマトつけ麺の大盛り禁止、それにしようなんかトマトつけ麺って 1人前2人前っていうのがあって、なんか細いから 1.5 が普通の1人前なんですみたいな、うん、っていうなんか根拠のないおすすめを真に受けていつもあ、じゃあ 1.5 でって言っててんけど1にするか。1にしよう。1にします。それを目標にする。じゃあトマトつけ麺の量を減らす。そうそうそう。ほんで、あやみは何にしよう。確かにスタバに勝つ。あやみは、そう、あやみもまず考えよう。 1.5 禁止か。あやみちゃんは何があるかい。今月度6月28日までの間に。え、すごい見て。父親から遺伝するのは性格、容姿、運動能力。母親から遺伝するのは学力やって。学力、学力ママもっとできたあやみよりもちょっと賢かったよ。え、もう運動神経、うん、もう遺伝すんの。それあやみ運動できひん。パパの運動神経わかんない。でもできそうな顔してるえ、でもできなさそうでもなくない別に。確かに。え、わからない。パパ、あ、確かに握手会あるね今回。6月でも8。何しようかな。いや、次の公演でしょなんかある。え、なんかさ、決め、あ、なんか言ってもらうみたいな。過去もありでさ、とか過去しかないかも。もう過去しかない。過去もありで過去しかない。そう、過去で覚えてほしい公演。一回さ、覚えようとしてたやつあるやん。あの大阪魂、うん、なんでちょっと覚えてるやつから始めるずるやんそれだってそれさっき終わらせたいよなるほど、終わらせたいという気持ちか。うん、だってなんか3曲目まで知ってるしの気持ちかと思った。3や、あ、そう、もともと3か。冒頭3曲踊ってたよ。踊ってたな。新公演はあれなんじゃない、分からん。データもらえるか分からへんもんな、うん、
データね。あ、でも他も別にデータもらえるか、もらわれへんと思う。ここで、ここでもママありやと思うな。うん、でもあのあれだよな、あやみの担当のマネージャーさんが持ってるかどうかっていう、うーん、ここ店の時はまだおらんから。大阪魂はなんか某動画チューブにそう載ってんねんな。誰かのショールームの、ショールームやな、ショールームあれ、ショールームのリハ配信が残ってて、何だっけ、誰やったっけな、えれいこさんとかやろ、れいこさんとかななほさんのやはるところ出てこへんかな。あ、そう、チーム名が覚えてないの、ウィンクやろ。あ、そうそう、びっくりすんねんけど。じゃあもうありすぎてどれがどれかわからなくなってきた、ね、うん、ここ天か大阪魂してたら観光園か、うん、か何か投票しよう、投票がある。他なんかある、みんな、ここ天、ここ天むずいよね、ここ天むずいよね。大阪でもさ、もうすでに踊れる曲も何曲かあるやん。不毛だけじゃない。そうなん。不毛だけじゃない。え、ちょいちょいだってあれもあるやん。初めての星。あ、百年先でも踊れるわ。なんかいろいろあるって。すごい。今日は時間に余裕。え、お前ちょっと待って、もう27分やで。あ、まあまあ。でもちゃんと完璧に踊れるのは不毛やな。それ以外はなんか曖昧みたいな。そりゃそうやろすぎんねんけど。ここてん、え、でも大阪の話してたらかも、久しぶりにちょっと見たい感じあるねんな。大阪魂、うん、あ、あ、まあ、少し苦いすん、え、何だっけ、何だっけ、少し苦い恋愛、うん、もう前、少し苦い人生相談、みんなで、ね、相談もう今覚えたろ、うん、覚えた。あ、曲数が短いんか。持ちネタやな、短いって何やったっけ、曲数が少ないんか。誰がここ大阪魂、大阪魂だって7人8人公演。あ、確かに、不毛持ちネタおもろい。ネタやないけどな、あれは絶対。不毛持ちネタやな、持ちネタやで。はい、うーん、あ、じゃあ大阪でも支持してたらあかんか、うん、ここ天下で100終わらしちゃおうか、投票取る、投票しよう。ちょっとインク変わっちゃうね、かわいい、かわいいちゃうね。さあ、ビルビーアイドルもいいよな、わかる、うん、まあもう昨日ビルビアドルさ、なんかあのダイジェストみたいに残ってるやつ見ててさ、うん、うわーってなった。まじ、ここ点どうやって覚えよう、ここ点の時に、もう頑張る、頑張るやろ、もう頑張るしかない。HKT さんの見たらわかるかな、うん、コンサート頑張ろう。まじで結構曖昧になっちゃうかも、不毛以外。不毛は完璧、不毛以外。はい、あ、どっちがどっち、待って、どっち、位置が、うん、位置がここ点にしよう、位置がここ点で、位置がここ点で、2が大阪魂してたらあかん公演、そう。まあ言ったらもらえると思うけどな、まあ、過去のやつは、まあ、言ったら、でもなんでって、え、位置がここ点、位置がここ点、2が大阪魂してたらあかん公演、もうこれ投票せなくても決まったな、黄色が多い、黄色が多い、終わろう、終わろうじゃないよ、終わろう、もうさ、じゃあ投票、ここで先輩、あ、まあ人、うん、メンバーによっては、仕事行ってきますって言ったらしちゃい、DVD、 待って、あれは何でやったっけ、どっかのコンサートでさ、ここでやってたやんか、どっかの、あの11周年か、ほんまやめんや、そういうの。12周年か、12周年や、え、12周年ってあんたたちもう入ってる、うん、入ってる、入る前、直前、候補生として出た時、受験生か、あ、やってた、やってた、うん、ここで
え、それ DVD になってたっけ。なってるんじゃない。持ってたっけ。あゆみは持ってない。はぁ持ってないんかい。まあ、ユニット何したい。もう決まった。あ、決まってない。投票終わってないよ。でももうないから。すごい。7割もすごい。やば。いろんな資料集めたらできるかな。いけるいける。いろんな資料集めたらできる。だからまず不毛はできるとして、で100年先でもは B2 さんでできる。あれはあれでできる。星苦いなんとかはなんとか N でできた。この世界野球の中にはあれでやったユニットか。ユニットかでもう、あのあやみたちはオリジナルダンスやったけど、なんかバックダンサーとしてやったから、曲セットリスト、レディオネームってどっかでやってはないと思う。やってないな。あなたはでも何らかでユニットどれする。夢のデッドボディはもう歌ったな。何度も狙え、お乳の上履き、うん、この世界が雪の中に生まれる前に、ジッパー、埋もれちゃう埋もれちゃう雪。いや、お乳の上履きやろ。どが飛ばれ、あー待って、あ、なんか全然知らん曲も結構あるな。そんなもんでしょ。そうですか。リボンなんて似合わない。これなんか結構曲数ちゃんとあるな。うん、うん、頑張ろう。人が多いから。何曲ある。13、14、15、16、10。ユニット抜いて、わかんない早く書こう、うん、時間、リアタイで見てたわけではないな。何歳だったよ、あみ。あの時ってあのちょうど劇場でやってた時、2013年11月に3歳、うん、デッドボディはやった。誰ポジ確かに誰ポジ。とりあえず振りでいいんじゃない。だってもうリハ動画がのもらえるかどうかで、ちゃんとポジションを見つけて覚えられるかどうかが全体像見えへんしな、 DVD やったら。あれ手って残ってるわけないかめっちゃ前やもんな。まあ言ったらありそうやけど、わかんない。その辺はちょっとわかんない。18曲もあるのね。え、でユニットどれにするか決めて今、今あのだから雪の中やってばえ、そうな、うん、歌なんや。歌じゃん。あみはそっち系が好きなんですね。ユニット込みで、あ、ユニット込みで16曲か。アイドルコー、ん？ここでオリジナル曲にのみユニット全曲込みで16曲で、あ、12曲かい。じゃあ分かんない。ユニットが何曲？それ今いる？で13曲ですね。ここ。え、それ書くん？13曲って。うん、書かない。じゃあなんで数えた？え、シンプルに何曲あるのか聞きになった時。時間考えて。もう35ですけど、もうすぐ。うん、だってアミ今日時間あるもん。何に何に時間あるんでしょ。朝ごはん食べたい。それは食べる。待って、開業します。ちょっと天使は ママの分入るかな。あー、もうすごく気持ち悪い絵が来たくらいになってた。やだな。よし、買って大丈夫、重要ね、これ。
と勝手を強調させておきます。うん、囲んで、うん、買って OK。 待って、めちゃくちゃ進んでた。2枚目アルバムの特典 DVD、 2枚目アルバム、あ、情熱ハイウェイ、情熱ハイウェイはあやみはやったことはない。コンサートでやってたけど、あやみはないですね。あやみはあれ、あれなんかさ、ランダムで曲が変わっていくやつでやってたけど、あやみはね、そのグループじゃなかったんですよ。パンが来た。ママの目標何？あ、でもあれか、引き続き 5.3 やな、きっと増えたもんね。え、5位入ったで、すごい、すごい、ありがとうございます。72位から5位に入ったよ、この配信だけで。すごいね、うん、でもなんかガチショールーマーたちが頑張るんやろ、もっとお歌歌ったりとかして。これ NNBじゃないん、ちゃうで、違うよ。言ったやん、だから、うん、一般の人、一般っていうかショールームで頑張ってる人たちがカラオケしてギフト投げてもらって NMB と見取り図のカラオケの番組に出るみたいな。ふんふんちゃうよ。穴が暴れてはる。いただきます。パン。確かメンバーが1位だったらどうすんねんな。メンバーは除外されるのかな。うん、書いた、うん、うん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 、あれトマトつけ麺か。トマトつけ麺を一人前、トマトつけ麺の 1.5 頼まない。あれ 1.5 のことなんて言うんだっけ。何度も言わんかったわ。1.5 にするの禁止、うん、今回目標長いな。文章系、これでも目標じゃなくて罰ゲームじゃなかったっけ。これは罰ゲーム、うん、もうこれが目標なら罰ゲームを決めないといけないし、これが罰ゲームなら目標も決めないといけない。ごめん、ちょっと聞いてなかった。聞いて。ショールーマーたちの参加者の中にさ、番組にあやみおった、めちゃもろいな。あやみとあ1.5 禁止なので見たまですね。うまや、うまやじゃない。うん、まあいっか。40分、早く。待てっていうか 5.3 どころかって感じやねんけど、やばい。先月までは X-5 をキロを達成したわけや。今
帰ってください、どうぞ。ちょっと増えて、ここだけの話、何味やってこれ話変えよう話変えるわ。え、これあれやで、何味やろ、 X-何 5.3。 はい、え、5でもいい、ダメですダメでした、ミルク味です。え、これ出していいんかな、まあいいか、痩せる、これこれよくあるやつ、これ大好き。え、てか朝からコーナー食べてるからあかんねんな、ほんまに。そう、そうやん、蒸し野菜とか食べろじゃあいけた、今日お弁当いらない日なんです、だからちょっとだけ余裕に時間があります。痛いです、映らないです。その買ってあんま良くないって言われへんかった？でも言葉変えようよ、またそいつを言ったのせるときにさ。うん、でもここてんはほんまに買ってやん、なんか買ってっていうことも自主的にとかでいいんじゃない？うんうんうん、これをだから、うん、トマトつけ麺 1.5 以上頼まないタマな、うん、タマ人前、タマ、タマか、タマ人前、いや1人前って言ってた、これが、うん、え、 1.5 もダメってこと？うん、1人前なのに。それがほんまか分からんで、ほんまやね、わかる。もうこれのチョコ 大好き、ミルクフランスのパンのチョコの味が一番好き。でもなかったの、ピノ、うん、安売りコーナーにあったから買っちゃった、うん、2杯頼むのもあかんよ、何でさあかん麺禁止、ママ麺禁止、うん、うん、ママ麺禁止、麺禁止、なんか悪口書かれてるなんか違うページペラペラめくってたら悪口、知らん悪口書かれてんねんけど、笹岡であいうえお作文して、お母さんカッコつけてるって書かれてるやったやったやったわ、なんでこんな悪口書かれてんの、ママ知らんねんけど、え違うか、ママ、ママのことやったっけ、ママ知らんねんけど、このカッコつけてるとか言われてんの、なんかびっくりしちゃった、悪口書かれてた、違うページめくってたら、何やったっけこれ、悲しい、確か誰かに笹岡でああいう最初部分作ってってお弁当来たから悪口書かれてる、知らんかった、何すんの、勝手に火を消す、ああ、あ、そういうことでもそれを配信でやってたんけど、悩みそのああいう、じゃあママが寝てる間に悪口書かれてた、ノリありますか、でもフリップ待機つっちゃうから起きてるくらい、え、ちょうどママ知らないで、それこれでいけるかな、うん、マンモス、懐かしいな、そのでも笹岡、今日から動画アップする、うん、まあアップできればね、うん、そうだね、本当にあのルームスの動画のアップ機能マジで頑張ってんねんけどほんまに気まぐれ、それも気まぐれ目覚まし、だからできれば今日からアップします、で毎日一個ずつアップしようと思ってママは頑張っててんけど、うん、普通にママが忘れた日とかもあった先月
しかもつあやみに言わずにしれっと次の日あげたりして7時46分学校間に合う？全然間に合う。え？うん、だって5分で少ないんだよ。そうやな、8時20分に出ても間に合うもん。いや私星悪口かな、じゃなくて笑いが欲しかっただけだと思うよ、優しい。なんで？あ、言った言った、僕が言いました、僕のせいです、あやみちゃんがかばってくれてる。そうかな、誰ひどい。でもでもあやみが知らないうちにルームスが次の日に更新されてたっていうことがあったらしいです。替え、うんうん、玉というね、朝ごはん夜ごはん夜ごはんで食べる量、あ、朝ごはんいっぱい食べて、ママは8時半に家出ればいいから、うん、間に合うんだよこれが。うんうん、真横ね、もう本当に近すぎる、嬉しいわ。学校寝坊したらすぐ分かる。もう学校寝坊したらもうショールーム寝坊もしてることにもなるけど、あみちゃん昔味、昔味って何？あの清のラーメン、豚骨ラーメンかなあれ。 あしまった、買ってじゃなくて何にする？自主的、自主的言葉って難しいね。勝手に覚えるシリーズっていう名前やったのに。あ、お前は勝手に覚えるシリーズやったのに。そうだよ、自主的シリーズになる。はじめましてや、自主的、自主的シリーズで強調させとこ。そうやな、もしかしてあゆみちゃん出るのかなって思っちゃう人がいたらちょっと期待に添えなくなっちゃうから、まだ今は。うん、あでもね、いつか出ようね、うん、で、あの、会ったらね、ある時は会ったらね、ちょっと、狭いわこの壁。ドラとつけ麺頼んでいいところがまだ優しさを感じるな。だ無理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 言ったからじゃあそっちがママが無理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 って言うからじゃん。言ったじゃん、言いました。無理、そこ抜粋されると思ってなかった今、あやみから無理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 って言ったからじゃんみたいな。おもろい、無理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 言いました。あ、そう、ね、猫の目標いつの間にかなくなってるやん。もう猫たち、猫たちは目標されてもわからないんです。自由にしなさいよって感じ。もうマジもうさ、ごまめのさ、やんちゃさがもうやばい。もう無理です、目標立ててもすごいとこ登ってたりとかするもんな。ここ登んねんで。麦ちゃんってさ、全然悪さとかせんかった子やったからさ、猫舐めてた、すごいのよ。え、ね、それ使わないで。なんで？この前洗ったから。ファンデーションついちゃうもん。え、あ、そうか、あやみが使った後ファンデーション使えへんの？そうだ、だめ、ファンデーション使ってないもん。ちょっとじゃあ、ててのまさん、あ、じゃあ、こっち使って、じゃあ早く配信してもらって、こっち使って配信してもらって。うん、麦さんはもうマジで猫かな、でも猫かなって思うぐらい。どちらかといえば多分ゴマメたちの方が猫っぽいねんな。確かにそうやんな。そう7時50分で、うん、あと10分で終わらないといけないわ。ショールーム自体8時までしかできない。なんか紫やねんけどこれ。じゃ見とかでいいから、もういいやろ。よし、確かこんな感じになりました。こんな感じ。5月度あった夕方、会議6月の目標、夕方にポストする。どんないたずら、まやみちゃん寝てたらあの脇腹に降ってきます。え、それは麦もあったで、降ってくんねんで。降ってきてママのここにドンって降ってきて、ママドンってなって、お前心臓止まらんかと思ったもん。心臓のとこにドンって乗ってきて上から。
降りてくんねん。麦ちゃんが乗ってくんのは結構きついな。麦はめっちゃ重たいから、ほんま6キロ7キロぐらいあるから。だってさ、あのスーパーとかで売ってるお米が落ちてくるってことだよだよ。それめっちゃ痛かったもん。じゃあここに登って服が避けられそうになっちゃいます。よし、あ、トミーさんがちゃんと起きれてる。どこ？はい、これをなんかちゃんと毎日さ配信、みんなの目標は毎日あやみの配信見てくれることね。いや、ほんまに何を出したっけ。会議終わった。終わった。壇上読む。じゃあ何か言おうとしてた、あやみちゃんは今。でも忘れるってことはそんな重要じゃないってことか。猫腹やで、ほんま。噂をせば後ろに来ましたよ。あ、どけちた。麦って分かってるよな。まあ、麦ちゃんは麦ちゃんって分かってる。麦、逃げちた。おいで。いやって、いやって言われたで。もうようよう終わって、ごままたちは多分まだ分かってないよな。あ、クリッチーさん、5月の個人目標の世代交代全公演に見に行こう、達成しましたって。どうやった？あの、何日やったっけ前のやつ。25の時に来てくださってた。じゃあ誕生日まーす13位でこまちびとさん、ありがとうございます。12位ピーマルさん、ありがとうございます。11位マスオさん、ありがとうございます。10位フトチューさん、ありがとうございます。9位ジョーさん、ありがとうございます。8位ナルさん、ありがとうございます。7位トミさん、ありがとうございます。6位タカモセさん、ありがとうございます。5位ダロタさん、ありがとうございます。4位おでん屋さん、ありがとうございます。3位マサノさん、ありがとうございます。2位タカトモさん、ありがとうございます。そして1位キビダンゴさんでした。ありがとうございます。よいしょ。あやみちゃんが可愛くすぎて溶けましたよって。まあ、大丈夫？固まって、冷やして、また固めて毎日寝坊せず配信見るっていう今月の目標未達成でした。ああ来月頑張りましょう一緒に。もうすぐ6月じゃん。今日火曜日？火曜日か。待って、月が変わって6月よ、梅雨入りようやん。ほんまや。え、もう1年経つのあれから。え、やばくない？月が変わって6月よ、梅雨入りをツイートした、ポストしたやんな、うん、あ、ポストか。え、もう1年経つ？あれが1年経つ。嘘やろ、怖すぎ。半年ぐらい前やった気すんねんけどえ大きい声出ちゃった。めっちゃ大きい声出た腹から声出た。びっくりなんだけど、ね、1年1年って早いな。ほんま？マジで？嘘？6月じゃないのにやったとか？うん？いや多分6月やったで。月が変わってる6月。梅雨入りよ。お前もう年末年始から半年経つってこと？うん、怖すぎない？マジ。だってやっぱ年々さ短くなってってるよね。多分23.5時間とかなってると思う今時もう22時間ぐらい、22時間ぐらいじゃん最近は。もうマジか。デュフフフフって笑う人ですかそんな笑い方してた今。どっちやろ、あやみ、ママ。あやみ笑った今, 笑ってないのもおかしい
笑え。そうやんな、年々時間短くなってるやんな、うん、もうそうかなって思っててんだ実は。もしかしてそうじゃないかな、年々時間短くなってないかなって。もう6月やし、ちゃんと梅雨入りやん。だからこんな雨なんか。昨日もめっちゃ、夜めっちゃ雨やった。年ですかね。あ、みんなの白米さん新公演当たったやって。 30? うん、30。かわいい。それはきびだんごさんのアバター。うん、はい、じゃん。はい、今日の1位はきびだんごさんでした。ありがとうございました。ギフトたくさん、みんなありがとうございます。嬉しいね。おっと、ありがたいね。はい、ではありがとうございました。ああ、まめちゃんが消えちゃった。ああ、まめちゃんやったよ、ほんでそれ。そうか、まめちゃん。決まってたん？うん。なんでそれがまめちゃんなの？麦ごまめ。なんかちょっとでかいから。まめの方が？うん。え、ごまより？ごまの方でか、なんか最近。ごまの方がちょっとでかいよ。追いついてきた？うん、なんか最近ごまちゃんが取り残されてるご飯。え、そんなことはない。ちゃんと2番目、ちゃんと2番目に食べてる。あやめが食べるときちゃうから、あやめがあげたときはごまちゃん結構一番最後。あと2分で配信終わらないと。バイバイ。ありがとうございました。明日の配信も7時からです。明日世代交代か。え、ありがとう。仕事頑張るね。いつも眠たくなるけど頑張るね今日も。いらっしゃい。間違えた。行ってきます。行ってきます。頑張ります。いらっしゃい。今日は、あ、明日は7時からで、明日も7時からですね。明日世代交代中ですか？そうですね。来る人、はい、来る人ですね。行く人はい、行きます。出ます。出ます。うちの子出ます。出ます。では学校に行ってまいりますわね。うん、仕事か。配信楽しいな。早いやって。やったね。誰？はい、ハリーポッターさん、うん、メガネさん。はい、学校行ってら、行ってきます。笹岡さんが一番可愛いよ。かっこ顔知らんけど普通です。明日で見る。 OK です。私が水曜日やもんね。土平日。これであれかな、5月誕生月の方もらえるんかな、バースデーカード。え、唯一の平日なん？ちゃう？うん、ほんま？だって25は日曜で、19は日曜やろ、うん、その前も確か。ちょっと確かに。ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。バイバイ。普通か、友達が笹岡さん来ると盛り上がるな。微笑み。おもろい。バイバーイ。あ、みおちおじさん、おやすみ。マスオさん、仕事行ってらっしゃい。時差行けるかな。いつもこちらこそ大きに、ね、今何分大きに、わかんない。今何分わかんない。シュッてやって。シュッてやって。何シュッて。ちょ、あの上